うちのマンションは駐輪場がないので、住人は各自の部屋前に自転車を止めておくルールがある。私も夏に先輩に譲り受けたママチャリを1台止めていたんだけど、これをお向かいの部屋のママさんが勝手に使っていたらしい。泊まりに来ていた姉が先ほど6時過ぎに、ちょっと、自転車の鍵どこ？早く出して。と寝ていた私を叩き起こした。割に自転車を使うような距離に出かけた気配がないので聞いてみて発覚した。何でも、朝食用の買い出しにコンビニに行こうとしたら、お向かいのママさんがいて。よく使うのに、突然鍵がしてあって困る。何かの間違いかしら？みたいなことを言われそうだ。近所付き合いはないし、生活リズムが違うので、あまり顔を合わせたことはないけど、そんなに変な印象のご一家じゃなかったからびっくりした。あ、でも、1階までエレベーターで一緒で少し話したけど、普通の人だと思ったと驚いている。今時自転車なんて1万円以下で買えるんだから買えばいいのにせこいな。鍵を返しに来た時、一体どういう顔をして会えばいいかわからなくてちょっと困りました。